皆さんこんにちは、大堀123でございます。3月も中旬になりました。春の訪れとは言ってもまだまだちょっと寒い季節が続いております。皆さんいかがお過ごしでしょうか。どうか体調を崩さぬようにですね、日々を過ごしていただきたいと思いますが、今日はですね、私大堀123からですね、ちょっとご報告をさせていただきたいことがあります。今収録している日はですね、3月18日、まあまさに今日なんですけれども、3月の18日というのは私大堀123にとってはですね、大変こう重要な日でございましてね、設立の日なんでございますね。2017年3月18日今日もってですね、なんと、まあ、8年が経過したということになります。8年前というとですね、ついこう昨日のことのように思い出すんですけれども、まだまだ自分は10代の頃ですから、学園祭でこうギターをバリバリ弾きまくってこう弾き語りをやったりとか、勉強はそっちのけで音楽ばっかりやってたっていう記憶があります。でもその時のこうスピリッツってものはこう今の自分につながっている部分っていうのもあるんじゃないかと思うんですね。10代で培ったもの、根拠はないんだけども突き進める何かがあるんじゃないかとか、無が夢中になっていいことも悪いことも全部ひっくるめて決して石橋を叩くことなく突き進んでいたような日々を思い出します。それがこう自分の音楽に対する姿勢だったりとかね、一日の過ごし方に対する姿勢もそうなんですけど、そういったものにつながっていたような記憶があります。まあ、そんな中で YouTube のチャンネルを立ち上げてですね、まあ、その頃はまだ顔出しはしてなくて音声のみのこうラジオ形式みたいな感じ、アコギの講座なんかを不詳ながらもやっておりました。一番最初に出した動画、2009年の4月に入ってからだったと思うんだけど、当時組んでいたバンドのオリジナル曲、ワッショイという楽曲だったんですね。 E の循環コードで勢いで作ったミニショーがあるんですけれども、皆さんご機会がありましたら第1号であるワッショイの、まあ、音源を辿ってみて聞いていただければと思いますけれども、それと同時にってわけでもないんですけど、まあちょっとお知らせが後になってしまったんですけども、私大堀123の YouTube チャンネルの登録者の数がですね、なんとですね2万人を突破いたしました。ありがとうございます。2017年の1月の24日に2万人を突破いたしまして、もうありがとうございますという言葉しかありません。設立から含めるとちょうど8年、定期的な動画投稿を始めて今年で5年ということになりますけども、自分でも信じられません。音楽アコギ弾き語りというのをテーマに、自分の思うことを含めて共有できるものがあればという思いで淡々と出してきたという感じなんです。このようにこう集まったというのにはね、もう本当にもう感慨深い気持ちもあると同時に、そうですね、やっぱりまあここでまたとどまってはいけないと、まだまだできる限りやり続けなければならないと、そんな気持ちがですねこう芽生えてきます。ただこう変にこう義務感を持たずに、自分のペースでまたこう出していこうという気持ちもその中で芽生えてきたんですけれども、できる限りはですね、定期的な動画投稿をやり続けてまいりたいというその意欲につながっています。本当に皆さんの温かく見守ってくださる、そしてまた一個一個の動画の中でこう見受けられる温かなコメントっていうもののおかげで、私の動画投稿そしてまた音楽の活動がですね続けられているというのも過言じゃないわけでありますね。まだまだこの音楽弾き語りアコギというものを3つのテーマはぶらすことなくですね、続けていけたらいいなと思ってますので、どうかこれからもですねよろしくお願いしたいというふうに思います。また次回の動画ぜひぜひ楽しみにしていただきたいというふうに思います。ということで大堀123でした。それではさよなら。